はい、それでは皆様どうもこんにちは、日本の老舗をお届けしたいと思います。本日はですね、離れた場所からお届けしているということでございますが、まず最初にですね、今日は、流れを、紹介させていただければと思います。本日はですね、祇園西川の7代目ご当主の西川一さんにお越しいただいております。西川さん、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。あ、ミュートになってるかもしれないですね。はい、京都スタジオの音声が出ていないかもしれません。はい、で、まずですね、はい、西川さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、音声出ております。はい、本日の流れはですね、最初に、西川さんの、お店の紹介をしていただいて、その後自己紹介、をしてください。その後で、お家のですね、家訓みたいなものがあればお話を、していただきたくてですね、その後本日のテーマの老舗のイノベーションについてお伺いしていければと思います。はい、そうしましたら西川さん、最初にまずお店の紹介の方を、お願いしてもよろしいでしょうか。はい、私とこは1831年、天保2年ですね、創業でございます。で、今年でちょうど190年、実は今年は190周年ということでございます。もともとは、近江八幡の方で吉野すだれを扱っていたんですけども、天保2年に京都の方に、移ってきまして、京都でやはりすだれを始めました。それが初代でございます。で、二代目の時に、大宮源兵衛というんですけども、二代目の時に、ちょうど明治維新がございまして、首脳交渉が廃止されまして、まあ、要するにみんな日本国民平等やということになりました。その時に、実はミスというものがありまして、これは神社仏閣、今は神社仏閣で使われている、まあ、いわゆるすだれの形したものですけども、これが、その明治維新までは一般庶民は使えなかったんです。で、これが、はい、このミスをヒントにお座敷すだれというものを私どもの2代目が考案いたしまして、まあ、日本全国に普及させたというのが2代目の大きな仕事だったと思います。まあ、それからずっと時が経ちまして、後ほど出てきますけども、私の代も40年ちょっと前なんですけども、実は巻き上げ式のすだれを、考案というか、まあ、以前からあったんですけども、それをもっと充実した品揃えにいたしました。なぜかと言いますと、その40数年前に実は北海道札幌で、京都の催しがございました。まあ、冬の、夏の短い北海道ですだれなんか需要あるかいなと思って、実はバカにして行ったんですが、それがものすごい反響でして、売り場の前に取られる方は全員すだれを触っていかれまして、本当によく売れました。で、ただその時にお客さんとお話ししてると、お座敷すだれも、その日よけ、今映ってます日よけのすだれも、それから何もかもみんな使い方一緒なんですね。で、なんでかなと思って、それ2、3年してやっと分かったのは、軒がないんですよ。で、雪のために北海道というのは、まあ、東北地方もそうですけども、軒がないんですよね。ですから外にすだれを吊るす、京都のように、外にすだれを吊るということができないんですね。ただし、そのほんの短い夏の間風情を楽しみたいということで、実際にほんの一瞬はすごく暑いんで、その日差しを遮りたいということです。まあ、外じゃなしに窓の内側に吊られたわけですね。で、その時に、まあ、以前からちょこちょこあったんですけども、この
画面の左の方に映っております巻き合い式のすだれですね、これを、もっと充実させてたらどうかなということで、いろいろ考えて作りました。はい、ありがとうございます。次に多分出てくると思うんですけど、あの巻き上げてるシーンですね。あれ？あ、これですね。背中曲がってますけど、こういうあの折りたたみ式で、巻き上げたり下ろしたり、ちょっとモダンな感じですね。ですから和室でも洋室でも、洋室の外にも使えますし、和室と洋室の間でも使えるというすだれ、これが私の代で考案したものでございます。なるほどですね。なんか、まあ、ロールスクリーンみたいな形で使えるような形になってるってことですね。はい、はい。まあ、それとこのすだれとともに、以前まあ、この竹工芸加護のはもう縄文時代からあるんですけども、私どもの4代目5代目あたりはもう実用的ないわゆるザルとか、ミーとかそういうものをたくさん作っておりました。それで、戦後私の親父の代ぐらいからやはりこうもっと工芸的な、要素を取り入れて、充実させていこうということで始めました。これは今映っておりますのは京都で独特の網代ですね。網代と竹で編みました網代をとイタリアのこれ ロカティというブランドのメーカーなんですけども、そちらのあれで組み合わせて作ったバッグです。はい、ありがとうございます。もう結構そのイノベーションの話に入っちゃってというような感じです。すみませんね。はい、はい、ぜひぜひ、はい、お願いします。はい、これは製材室ですね。畳が非常に少なくなりまして、洋風の生活、椅子の生活になってきたんですけども、やはり、はい、正座するシーンは必ずあります。で、その時に、はい、膝とか腰とか足とかこう痛くなりますんで、ちょこっとこう、はい、お尻に引きますと非常に楽です。はい、でこれ映ってますのは折りたたみ式なんですね。固定式もあるんですけども、はい、はい、今これをお持ちしました。おお、はい、はい、次の写真行ってもいいですよ。これが、まあ、分解したところですね。はい、で現物はここにございます。はい、はい、映らない。うんうん、で、はい、どういう組み合わせになっているのか少し説明してもらっていいですか。これ下の方ですね。はい、でこっちが上の方ですね。はい、これ歯が出ておりますから、ここ、はい、ここをこう合わせてこう入れると、はい、でまあ、ここに お尻を乗せていただいたら足が楽になりますよということですね。ああ、なるほどなるほど。持ち運びするときはこうバラしたら、この袋までお付けしてますので、小さくなってお持ちいただけると、はい、こういうことです。これめちゃめちゃ便利ですね。はい、よそにない、もう私とこう本場のオリジナルの、製材室でございます。長時間、はいはいはい、お座りになる方とかは必需品ですね。いいですね。これは茶席とかにも使えるかもしれないですね。はい、ありがとうございます。まあ、これは非常に細かい仕事をしております。果物かごですね。はい。からこれはバッグですね。はい、バッグ中華。まあ、一番右は一番新しいんですけど、トートバッグ。それから、はい、その左の2つは、
もう大昔からある買い物かごですね。はい。これは何かこう工夫というか、そういった点でも何かお話をいただいてもよろしいでしょうか。あのね、中がね、いっぱいいろんなものが入るようになっております。ちょっと左のちらっと見えてますけど、ペットボトル入れたりとか、中に携帯を入れたりとか、いろいろ袋が中についておりますので、非常に便利です。でしかも町があるっていうことでしたね。そうですね。で、はい、やはり私どもが扱うんですから、竹を入れて、ちょっとこう清涼感を出して真ん中にカゴを入れてるわけですね。そういうことですね。なるほど。はい、ありがとうございます。それからこれ非常にご婦人方で人気があります竹バッグですね。はい、はい、でエピソードを一つ申し上げます。はい、これですね。はい、実はこのカゴ、はい、私とかはこれ中身を縫い付けておりません。外れます。はい、ですから例えばこの色であったり、あるいはこれからできたこういう若グリーンの系統ですね。はい、あるいはこういう柿渋ですね、人気があります。柿渋を入れたり入れ替えたり、要は一つのカゴで、二通り三通りいくとでも何通りでもこう中の袋を入れ替えたら、お召し物に合わせて入れ替えていただいたら、使っていただけるという。でこういうカゴバッグの場合、一番先に頼むのはここ中なんですね。で大概のところは他産地で作っておられるのは全部これ固定してあります。でこれが壊れるとやっぱり困りますので、私とこはおしゃれを楽しんでいただくのと、それから両方の意味で袋は外れるようにしております。でネーミングも おしゃれバッグ、竹おしゃれバッグということでございますので、それからこのバッグを扱い出した一つエピソードがあるんですけども、お話ししてもいいでしょうか。はい、お願いします。はい、実はある先輩が、の妹さんが料理教室に通っておられまして、京都の有名な料理屋さんなんですけども、はい、でその先輩がちょっとなんか農業界か忘年か忘れたんですけども、はい、若い女性ばっかりいる境にいっぺん一緒に行かへんかということでお誘いを受けまして、まあ、ちょっとぐらい鼻の下を伸ばして行ったんですよね。そしたらそこの料理屋さんがご主人がせっかく来はんやったら竹の話をしてくれと、みんな生徒さんに竹の話をしてくれというふうに言われまして、実はいろんな種類の竹を持っていたんです。例えば、はい、すす竹で用事を作ってるとか、ごま竹で色仕掛けを作ってるとか、まあ、いろいろ持っていったんですけども、それで持っていった商品を最後抽選で皆さんに差し上げようということにいたしました。そしたら、はい、まあ最初の方は別にみんな、なんかこんなのが当たったなみたいな感じだったんですけども、その時に試作品的に作ってたこの竹のバッグがございまして、それを、はい、が最後に残りまして、最後はもう取り合いですね。もう女性の方が喧嘩しはったらどないしようかなと思うぐらいの取り合いになりました。はい、ということはそんだけ人気があるということですよね。はい、でそれから一生懸命商品化していろんなものを作り始めました。まあ、それと、はい、まあ、さっきの買い物からものというのは昔からあったんですけども、まあ、その時の前後して、まあ、全国他産地でもこういうカゴバッグが出回るようになりまして、今はもうほとんどの竹産地ではこういうバッグを作っております。それから東南アジアとかそういうところではもっともっと安い安価なものが、出回っております。で私とこはもうあくまでもこの手作りの京都でできた手作りの、ものでこだわってやっております。はい、ありがとうございます。これまた次のスライドがあるんでしょうか。はい、ありがとうございます。こちらも、ご説明をお願いしていいのか。はい、今説明しました。これがそのバッグですね。そうですね、はい、網代編みで、しかも見ていただいたら分かるんです。隅っこのところ、四隅、
わざと太い竹を使っております。というのはこれ、あの着物とかあの お召し物をに傷がいかないような配慮をしているわけですね、はい、で、あの手は、革です。あのいわゆる、竹風の革の手をつけております。まあ、グッチのバンブーシリーズの逆パターンですね。お、なるほどですね。グッチの場合だと竹が持ち手ですもんね。そうです、そうです、そうです。はいはい。そういうこう意識でこう作られたっていうです、ね。まあそういう意識は特にしてないですけど、たまたまそういうことですね。はい、え、これ一番左に映ってるのは、あの塔で飾ったも、あの家具と一体になっておりますね。手がね、うんうん、右の方は、あ、これは、次はこれですね。これスタジオに持ってきております、はい、あのこれからのシーズン、兜のシーズンですね、はい、でちょっと もう今月終わりましたけど、これ反対に、回しますとおひなさんですね、はいはいはい、だからおひなさんと兜と両方3月から5月ぐらいまでは使えるということですね。で、おしまいになるときには、これがこうピュッピュッとこう、畳めるようになっております。なるほどですね。便利ですね、これ。畳めるのがいいですよね。はい、最近のお宅、まあ、それは豪邸ですと別ですけど、あのなかなかおひなさんでも七段飾りとか大変ですし、はいはい、ちょっとこう、やっぱり季節感を出すためにこういうおひなさんとか兜、まあ、あの子供ができたらお節句は絶対必要やと思いますね。そういうことですね。はい、ありがとうございます。隣の羽子板の方の話はしなくていいんですかね。大丈夫ですか。はい、あ、羽子板、羽子板はね、はい、これ手前のスライドでしたよね。あ、ちょっと見えてますのは箱板ですね。これ、今寝かしてますけど箱板建てもあります。それで、毎年シリーズで干支の箱板をやっておりますね。で、今年は牛年、私の年なんですけども、これは牛じゃないですね、毎年シリーズでやっておりまして、毎年シリーズでお買い物求めに来ていただくお客様が何人かおられます。十二支一周したらもう要らんでと言われてるお客様はやりますけどね。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ続いてお願いしていいでしょうか。これはあの壁面の装飾ですね。あの、真ん中にあの扇子がかかっておりますね。あれ扇子がかかって、はい、あのかけ花入れがかかるんですね。はい、ですから、まあ、例えばおひなさんの季節でしたおひなさんの扇子をかけて下に桃と、菜の花を生けるとか、はい、そういうふうないろんな使い方ができますね、はい、それで、はい、ちょ全部後ろネジ式になってますから一応上下自由に変えられます、はい、で例えば扇子かけだけにで使われるとかかけ花かけだけで使われるとか使い道はいろいろですね。で、ここにずらっと並んでますけど、壁面をちょっと飾りたいという方が結構あります。はい、下に物を置くと大変なんで、空いてる壁面空間を使いたいという方のために、こういうふうなものをいろいろご用意しております。この扇子掛けの横は短冊掛けですね。はい、ありがとうございます。これ短冊掛けはどういうふうに使うんですか？まあ、足というふうに言って短冊をかけるもんですけどね。そうですね、はい、ですから例えば短冊の、まあ、扇子でもそうですけども、はい、図柄を変えられましたらこの短冊掛けとか扇子掛け一つでもう年中使えるということですね。そうですよね。これはどうやって壁に固定するんですか？扇子の左の上のところに小さい穴が開いて竹にに穴が開けてあります、はい、そこに釘とか画鋲でも足の長い押しピンとか今ありますよね、うん、そういうので止めることができます。結構
その京都の人は短冊っていうと分かるのかもしれないんですけど、多分京都以外の人たち短冊ってなんだろうっていう人たちが結構いるかもしれないので、短冊ってどういうとこで入手したり、どういうふうの、探したらこういいんでしょうね、どういうとこで売ってるものですか、京都とかだと。京都でいわゆるその、色紙、組合で言いますと色紙短冊協同組合っていうのがあるぐらいなんで、はい、何件かそういう短冊を扱ってるお店はございますと思いますけどね。はいはい。専門店が。そういうところで季節ごとにこう買い替えるようなものなんですか、短冊っていうの。そういうことですね。はい。それからあと お茶の関係ですと、家元が短冊に、文字を書かれてお顔っていうんですか、いわゆるサインみたいなものをされる場合もありますし、お茶好きだったらそういうものを使う場合がありますね。はい、じゃあこうそういった席でお茶会でその書をどなたかが短冊に書かれたものをその短冊掛けに、かけたりってことをやられている方もいらっしゃるってことですよね。そういうことですね。はい。これ割とそのうまく使えば現代のリビングとかにも使えそうですね。使いますね。まあ言ったらその短冊掛け一つで、あと短冊さえ季節のものを変えていけば、まあ年中季節感を出して楽しめるということですね。なるほどですね。右側のものはこの、扇子の右側の方はこれは花入れでしょうか。あ、花入れですね。はい、ここも少し説明いただいていいですか。後ろの3本こう黒い竹がつながっておりますけども、はい、要するに壁に掛け花入れを直接掛けるというのは、はい、ちょっと芸がないんで、こういう短冊、はいはい、掛け花掛けをちょっと、使って掛けたらどうかなという提案ですね。ああ、それで長さの違いは、これはその使われる場所によって長い、ちょっと長い目がいいか、ちょっと短い目がいいか、あるいはもう左の方になってもっと本当は長くなりますし、それから右から2つ目と3つ目は同じように見えますけども、実は素材が違います。はい、右から2つ目は褒美地区のすす竹という非常に珍しい竹ですね。はい。でこれは何が普通の竹と違うんですか。材料が少ないですね。ああ、そうなんですね。希少性がある。はい、左側の方はね、プロ地区と言いまして、はい、観賞用の鉢でもたくさん市販されております。はいはいはい。で褒美地区というのは当て字みたいなもんですけども、大鳥の尾っぽの竹って書くんですけども、はい、もともとはこれ、ね、根曲がりと言いまして、特に北陸地方なんかに、地中に生えてる、要は根が曲がってる竹なんですね。はいはいはい。そのままでは使いづらいんですけども、それを溜めてまっすぐにして使ってる、はい、まあすすだけで言うてますけど、本当はこれすすだけじゃないんです、染めてるんですけど、ね。はい、でもともとこういう茶色っぽい色なんで、で材料が取りにくい、少ないということで、お値段はもう倍ほど違いますね。黒チップとは倍ほど違います。これ参考までにこのすすだけのものだといくらぐらいになるんですか。確か7700円やったと思いますね、税込みね。はいはい。じゃあ皆さんもそのくらいの投資をしてもらうと、こういう和風でその何か心に添えられるようなものを部屋の中に持つことができるってことですよね。そういうことですね。はい、はい、で見る人が見ると、おこれはすすだけですねと分かるということですよね。そうです。はい、なるほどですね。こういったところは昔からのものなんですか。昔からあると思いますね。ああ、そうなんですね。なので割とその現代風のものも今までご提案バッグとかはしていただいたんですけれども、こういった昔からのものも当然扱われてるよっていうことですね。はいはい、承知しました。まあこの掛け板というのはもともとはですね、はい、野立籠ってありますよね。はい、野立て、お茶なんかで、野立て、そうですね、皆さんに野立てをちょっと説明した方がいいかなと思うので、はい、はい、いわゆる赤い傘ですね。
赤い傘を広げてその下でお茶を立てるというのが野立て、野原の野に点って書くんですけども、そうですね、あの野原で、野原で立てるから野立て、まあ要は屋外でその朱色のあの日傘をあの、はい、刺して、お茶を立てるっていうのを野立てということですよね。そうですね。で、はい、お茶席には必ず短冊なり色紙なりあるいは掛け軸、それからあの花ですね、お花、はい、季節のお花、そういうものが飾られるんですけども、はい、その野立ての場合はその野立ての傘に、傘の A ですね、 柱っていうんですか、この A に、はいはいはい、歌花筒っていうんですけども、あの、はい、やはり短冊がかかってかけ 花池がかかるような、まあ、筒の状のものがあるんですね。竹そこをスパッと切ったものですけども、はい、まあ、だいたいそれからヒントを得てこの一番左のものとかは作られてますね。なるほどですね。それから、まあ、あのこの扇子がかかっているものとか短冊とかかかっているものは、まあ、それから、はい、あのヒントを得て、まあ、どんどん形が変わってきたということですね。これは西川さんが考えられたものなんですか？まあどれですか、どれがその組み合わせたものはあの昔からあるものとあの西川さんがお考えになったものがあるのかなというふうにあの拝見してて思ったんですが、その野立て用に使う傘に使う歌花筒というのは歌の世界で昔からありましたね。はい、でそれをあの、まあ、一般的にあの普通の家 あのお茶室でなくても使えるように、ただ短冊を飾りたい、掛け花を飾りたいというので、まあ、それをヒントで、まあ、私が考えたと言うたら他にあのいやそんな違うでて怒ってくる人もあるかもしれませんけども、まあ、そういう需要があったんで、あのこういうものを作り始めました。そういう工夫をされたということですよね。はい、はい、ありがとうございます。はい。そして次の何枚ぐらいあるんだろうと思いながらちょっと見てるんですけど、はい。あのね、あのペース進めていいペースがちょっとわからないんであれなんですけれども、はい。これは、はい、花入れですよね。花入れですね。まあ、はい、もう全部載ってますけども。例えばあの一番左からあの緑色ですね、これはあのポリウレタンという素材を塗っております。はい、もともとはあのもちろん竹ですけども、あの青、竹やぶに生えております青い竹ですね、青竹、これを切ってきますともうすぐに色が変わります。もう端の方から色が変わってきます。はい、で、はい、まあこれ邪道という人もやはるんですけども、はい、やはりあの物を大切にしたい、長いこと使いたいという方もおられますので、この青竹の青い色を保つためにわざと色を塗っております。なるほどですね。で一番左の方は特にお正月なんかに、花を入れ、若松を入れるあの青竹の寸胴というのがあるんですけども、はい、まあ、それの代わりになりますね。はい、で今は見えてますけど上にはちゃんと銅板が張ってますし、はい、毎年その青竹を買わなくてもこれ一つあれば何年でも使っていけると、こういうことですね。これは具体的に言うとその色は通常のその竹を買ってしまうと退色どんどんしていってしまうのと、まあ、物がその水分が減っていって、変質していってしまうっていうところでポリウレタンを塗ることで色味もつけてらっしゃるってことですね、さっきの話だと。そうです、色をつけてます。はい、はい、でポリウレタンでその蒸発を防いでいるのでこういうあの青々とした色がその持たせることができると、そういうことですよね。蒸発を防ぐというよりも、まあ、色を塗ってるということの方が正解と思いますけどね。あ、なるほどですね。ポリウレタン自体に、はい、色素の成分も入ってるということですかね。はい、はい、あ、なるほどですね。でそれで長持ちしますよということですね。はい、であとの右の3つはあのそれの黒ですね、黒色を塗ってるってことですね。はい、なるほどですね。なのでそうですね、ポリウレタンを拭くことでよりその強くなるっていう部分も強度の面でもありますよね。ありますね。はい、なるほど。
はい、あの右側のところはあの例えば取っ手の部分、持ち手とかにも工夫があるように思われますが、何かここら辺はこだわりとかあったりするんでしょうか。いや、あの要は藤鶴ですね、はい、ただ切っただけにあのそういう塗料を塗っただけでは全然面白くないんで、はいはい、まあ、アクセントとしてあの藤鶴をあれ巻いてつけております。真ん中のものでその右の方は、はいはい、その右の方は獅子打ちと言いまして、まあ、ライオンの口のような、あれ形をしておりまして、で後ろに窓が開いてます。あの窓ってあの掛け花用の、穴が開いております。ですから掛けても使えてきます。そういうことなんですね。じゃ あのそこに引っ掛けて、飾ることができるということですよね。そうですね、先ほど、はい、あの出てたあの掛け板なんかに これを掛けても使えますね。なるほどですね、ありがとうございます。はい、次ありますでしょうか。あ、これはね、傘立て、右が傘立てですね、で左側が靴履き手すりと言いまして、はい、だんだん高齢化社会でもうあの玄関降りるのによっこらしょっと何か掴んでこう降りにならんという、まあ、あの料理屋さんとかには結構置いておられると思うんですけども、左の方にちょっとこう手に添えるものですね。はい、これも全部竹です。あ、やはり、なのでやはりその西川さんのこだわりとしては竹とどう付き合うかっていうところが西川さんの基礎の、ね、はい、はい、あの西川さんたる部分だということでおっしゃっていただいてるわけですよね。はい、で、この靴履き手すりにしても先ほど見ていただいたの羽子板ですね、はい、あ、羽子板もそうですし、この、兜とお雛さん、それからあの製材室、これ全部ね、あの修正材といいまして、要は竹の合板、ベニヤみたいなもんですね、はい、竹をこう伸ばしてこう固めて作ったものですね。何枚か層にしてるね、この、そういうことですね。で、はい、この技術がもう今かなり進んでおりまして、はい、ですからあのものづくりの範囲も非常に広がったということですね。あ、素晴らしいですよね。 やはりその竹ということにこだわっているんですけれども、その素材の部分で革新があるので、そういったところで新しい製品が作っていけているというのが今いただいたお話ですよね。そうですね、はいはい、はい、ありがとうございます。はい、このこれは、はいはい、ありがとうございます。はい、あの昭和天皇がご即位される時された昭和3年に、はい、私どものご先祖様が、京都御所大宮御所に2000枚吉野すだれを収めたというのがこの毎日グラフと朝日グラフ、それから、京都新聞の前身の日の出新聞に載っておりまして、はい、それを、まあ、コピーしたもんですね。2000枚ってすごいですね。だからすごい数ですね。あのですからそのご即位の例の時には周りにこう全部こう吉尾のすだれをつらえてどうのこのというのがあったようです。あ、どういうことですか。もう少し詳しく教えてもらっていいですか。 あんまり詳しくはないんですけど。あ、そうなんです、すいません、はい、吉尾のすだれで囲むんですよね、うんうん、昔のあのさっき言ってましたあのお座敷すだれの前身のミスと同じような考え方やと、はい、ね、要は高貴な方と一般庶民とかこう直接こう、空気が伝わらない、時代劇なんかで見てますとあのミスお殿様のとあの下の人が必ずこのミス越しすだれ越しに、ね、すだれじゃないにミスですね、ミス越しで、はい、あの喋っておられるシーンがありますよね、はい、まあ、それと同じことをの発想やと思うんですけどね。この儀式をされるところが全部周りがその吉野すだれがつってあって囲まれてたんではないかなと、これはまあまあ想像です。なるほどですね。だから昔からのそういった文化があってというところなんですね。はい、2000枚ってすごいですね。もうこれは2000枚奉納したって書いてあったんですけど、はい、あのお代金を頂戴したかどうかは知りません。わかりません。御所に納品するってちょっと想像もつかないですね。はい、
なんか発注書とかもらえるのかとか、なんかそういうのが振り込みなのかなとか、なんかそういうのが気になりますね。その頃は振り込みはなかったと思うんですけどね。はい、そうですよね。はい。そしてこれが何でしょうか。ありがとうございます。はい。まあ、これ一緒ですね。はい。ありがとうございます。あ、これは、これはあのカゴを作る、うん、先ほどの一番最初に イノベーションってあの社長おっしゃいました、あの、はい、いわゆるバッグを作るあのアジロあのこのこの職人さんですね。はい。こういう細かい作業ですね。まずあのカゴを一つ編むのによく質問されるんですけども。はい。どれぐらいかかる時間かかるかという質問があるんですけども。はい。この材料作りですね。はい。カゴ一つ編むのに、まあ、あの要は材料作りが6割ぐらいかかるということですね。材料作りって材料はどこまでが材料なんでしょうね、これ。え？なんていうか、その。要はこう、はい。カゴを編むのに、こういう細かい、あの細かいひごをまず作るんですね。はい。竹を、一本の竹を半分に割って、また半分に割って、そしてこういうふうなところまで、これもちょっとまあだから省略されてますけども、これは、皮と身とを分ける作業ですね。ああ、そうなんですね。じゃあ最初にまずその竹ひごって言えばいいんですかね、こういうのは。この細いのは。竹ひご、ああ、竹割るんですね。はい。この竹ひごみたいなのを作る作業がまず工程の6割ぐらいを占めてるってことなんですね。そういうことです。はい。うん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 。結構手間かかりますね。手間かかりますよ。はい。何時間ぐらいかかるんですか？ですからその編む籠と、はい、あのその作品によりますよね。大きさとそれから編み方と。はい、ですから何時間という質問なかなか答えにくいんですよね。さっきのアジロのバッグの場合だったらどのくらい手間がかかるのかなっていうのは皆さんに伝わると思います。あ、はい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 、あれですとやっぱり材料作りに2日ぐらいかかるでしょうね。じゃあその2日ぐらいかけてそのさっきの竹ひごというかそのこういうのを作ってそこからまた編むのにまた、はいはい、編むのにまたもうぐらいかかる感じですか？かかりますね。あれだけの大きさやったら、あの多分半日ぐらい で編めると思うんですけども、はい、編むときはあの一気にもっと長いものを編みますから、うん、あの いわゆるこの方はあの去年一昨年やったかな、現代に、はい、現代の工芸、ないな、現代の工芸、はい、あ、じゃあすみません、緊張してました。現代の名工に選ばれました。ありますね。はい、そうですね、はい、現代の名工、大体日本で1年に150人ぐらいしか選べられないんですけども、いろんな業種から合わせましてね、はい、この年はあの京都は10人しか選ばれなかった、まあ、竹工芸ではもう久しぶりというか、もうほとんど今までなかったと思うんですけども、うん、現代の名工で、まあ、おそらく京都では今かご編みに関しては一番やと思いますね。ああ、すごいですね。で、あのかご編みに従事してる人ってもうどんどん少なくなってきてますね。本当に貴重なお仕事をしていただいていることですよね。そうですね。まあでもまあいろんな人を合わせた20人から30人ぐらいはいると思いますけどね。ああ、でももう本当にそのくらいの人数なんですね。はい。はい、という貴重な技術ですごく日数をかけてやっていただいております。はい、次がいかがでしょうか。はい、まあこれはあの幅を合わせてるんですね。竹の幅を合わせております。ああ、なるほど。その材料として幅が揃うようにしないときれいに編み上がらないってことですね。そういうことですね。はい、はい、ありがとうございます。おお、すごい、これ編んでますね。もう編んでるところですね。で、まあ、編み方にも種類がいろいろありますね。はい。はい。編み方にも決まった種類があるね。え？あ、どうぞ。はい。はい。あのこのカゴはね、特に決まったものじゃないんです。この、うん、今回の撮影用に、ちょっとまあ、あの、そこから編んで準備されてたんですけども、
まあ、ここまで来るのにやっぱり1日半ぐらいかかったっておっしゃってましたからね。ねえ、すごいですね。大変だ。で、あの、この、あ、これは材料ですね。で、あの、この方とか、あとの京都は今、あの、職人さんは2、30人おられますけども、いわゆる伝統工芸とか日程の、はい、いわゆる作家は今、はい、京都は いません。はい。大阪とか、栃木県とか大分とか、そういうところには、あの、伝統工芸のいわゆる、作家さんという方はおられますけど、はい、京都はもうちょっと、あの、何人かおられたんですけども、皆さんお亡くなりになって、その後継をされている方が今おられないですね、はい、ですから京都は今職人さんの世界ですね。でも、まあ、アーティストがいないってことですね、要は。そうですね、アーティストではなくて職人さんの世界であるよということを今教えている。そうですね、アーティストじゃなしにクラフトマンということですか。そういうことですね。はいはいはい。それやっぱり何かいろんな影響があったりするんですか？アーティストではなくてクラフトマンが多くなったっていうのは何か理由あったりするんですかね？そうですね。まあ、なかなか作家さんだけで、ご飯が食べていけないというのもありますけど、いわゆる伝統工芸なんかので賞特選とかもらうにはやっぱり相当な努力は必要だと思うんですよね。で、一つ作るのに、対策作るのにやっぱり何日も何ヶ月もかけて作られますから、まあ細かい話ではその時の生活費をどうするかというようなことをやろうと思うんですよね。そうですね。だから、まあ、そこに対してパトロンとかがちゃんといないと、はい、なんか作品に集中もできないので、やっぱりその手堅くその仕事になる職人の方に皆さん向かうっていう傾向が強いってことが今の話なんですね。そうですね。なるほどですね。ありがとうございます。はい。で、次お願いしていいですか。写真としては以上ですね。ああ、そうですか。はい、よかったです。どのくらいあるかは分からなかったので、どう時間の中で、あの、ちゃんとご説明しきれるかというのをちょっと今心配してました。はい、まあ、ありがとう。元に戻ります。まだいいですか、時間は。元に戻りますけども、すだれなんですよね。もともとは私、すだれ屋で、はい、片手目にやってたその竹工芸と、今は両方を主力でやってるんですけども、すだれに関してはいろいろあるんですよね。はい、もう、はい、お年を召した方でしたら、ミスをくださいって言われるんですよね。で、ミス、要は すだれって言うても、はい、我々から言うたら、外に吊るすだれ、お座敷すだれ、それから神社仏閣用のミス、いろいろあるんですけども、はい、お客さんにとっては、特にご高齢の方は、ミスで言うたらもう全部一緒くたなんですよね。で、はいはいはい、うっかりミスやって言われて、ほんまにおミスをすんのかなと思ったら大きなミスを起こしますよということは言いたかったんですけど今はダジャレですね、今のはねダジャレですけども、まあでもやっぱりそれほどすだれがもともと必需品で生活様式がだんだん変わってきましたんで、今はちょっと停滞している部分もありますけども、しかし、まあ、日本人が日本人である以上、やはりすだれは、日よけであり目隠しであり、最近では何ていうんですか、家で仕事されてる方、あ、テレワークで、ちゃうわ、テレワークっていうんですか、はい、目隠しにね、後ろの目隠しにもすだれが使えますし、それから今のこういう感染症の時代ですけども、まあ、必ず換気をせないかないといいですよね。そしたらその時にもやはり目隠しのためにもすだれを釣ったらいいかなということで PR させていただきました。はい、ありがとうございます。はい、あっという間にお時間になってしまって、実は聞きたかったあたりの話とかがですね、西川さんのお家に家訓っていうのはあったりするんでしょうか。家訓、そんなんは特に今のところないですけども、やはり私の考えとしては、今の生活に応じたものを、やはり伝統の力、伝統のこれを残しながら、
やはり生活にマッチしたものを作っていきたい。例えば製材数とかね、畳の文化がだんだん減ってきて、足がというともやっぱり座る必要がある。そうした時にちょっとでも体を楽にするというような、まあ生活、今のあれに合わせたようなものを考えていきたいと思ってるんですけども、なかなか今の時代新しいアイデアが浮かばない、林社長に教えてほしいというところでございますね。はい、これからね、いろいろ西川さんと新しいキャラクターとのコラボレーションなども提案していってますので、皆さんにお届けできるような革新をですね、イノベーションを提案していければと思います。はい、お時間が参りました。本日はですね、祇園西川7代目ご当主の西川祐一さんでございました。西川さん、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、お届けしましたのは私、マーク林正勝でございます。ありがとうございました。皆さん、来週がお休みですので、再来週また同じ時間に同じ場所でお会いしましょう。ありがとうございました。